原大輔です。今やってる活動は障害があるなしかかわらずにいろんなことにチャレンジしてもらえる、そんな場所を作ってます。2つありまして、1つは NPO 立ち上げてですね、スポーツを中心に障害がある人もない人も一緒にですね、1つのスポーツを楽しんでお互いを理解し合おうっていうことをしているのが1つと、もう1つはですね、自然の中で土をいじりながらこうジャガイモ掘ったりだとか、あと植えたりだとか、それぞれ例えば私だったら車椅子だからジャガイモを運ぶことはできないんですけども、掘ることはできるみたいな、それぞれの役割がちゃんとあるんだよってことを子どもたちに知らせながら楽しんでもらうみたいな、そんな活動をしています。私がもともとパラリンピックに出場していまして、スポーツ、自分がスポーツに出会ったことによってたくさんの経験したりだとか、あとは自分に自信つくっていったところだったりとかですね、やっぱりとにかくスポーツがあるからこそ今の自分がいて、チャレンジする楽しさだとか夢を叶える楽しさだとか、そういうところを経験したので、ぜひ子どもたちにもですね、そういう経験をしてもらう、そんな場所を作っていきたいなっていうところから始まりですね。そうですね、まだまだ日本だとアメリカに比べて障害を持った子どもたちがスポーツをしていなくてですね、というのも親御さんが我が子に普通の生活をさせてあげることでいっぱいいっぱいということで、やっぱり私もこんなにアクティブに動いていてもですね、小学校中学校本当義務教育にもかかわらずなかなか入ることができない、何度も何度も母がですね、役所に頭下げいくっていうようなことによってですね、これ今でもずっと二十何年間も変わらずこの日本があるので、そこら辺をね、こう変えていかないとっていう意味では、まだまだスポーツをやりやすい環境とは言えないですね。やっぱり子供の笑顔は家族をすごく幸せにするし、さらにその子供たちが何か自分で挑戦してやり遂げた時のその自信、喜びっていう部分をもっともっと日本に増やしていきたいなっていうところがやっぱ一番大きな軸です。なので全ては子供の笑顔のためにですね。何なんでしょうね、よくそれ聞かれるんですけども、多分自分がやりたいことをただやってるだけなんですけども、それがやっぱやりたいことだからこそパワーが出るんじゃないかなと。例えばやっぱり人ってやりたくないことはなかなかこう積極的にもなれないし、パワーも出ないと思うんですけれども、自分がやりたいことってたくさんあるので、それをどんどんこう叶えていくために常にパワフルでいるっていうようなところですかね。とですね、一つはスケボーパークで車椅子ガンガン乗り回すみたいなのだとか、あとはこの車椅子で1回転するみたいなのとかですね、アメリカに一人そういうプレイヤーがいるんですけども、そんな感じでですね、人がうわやべえみたいな、そんな風に思わせるようなことしたいなと思ってますね。やっぱりその車椅子だから何々ができないみたいなところをひっくり返してやりたいなと思っていて、そういう意味ではそのスケボーパークに車椅子で行ったら誰もが何するんだろうっていう風に思うと思うんですけども、それを他の周りのスケボー乗ってる人たちよりもガンガン動いちゃうみたいなっていうところで、そうするときっと人々にですね、ほんとやばいすごいっていうのってワクワクすることだと思うんですよ。でそのワクワクすることを届けていくことによって、もっともっとやっぱこれって楽しいなって、やっぱ人をワクワクさせるってその人が動く一番の原動力だと思うので、そういう人を動かせる何か、このワクワクを届けていきたいなって思ってます。そうですね、やっぱり自分が楽しむ、自分がワクワクしていないと人をワクワクさせることはできないので、常に自分の心にワクワクをっていう感じですね。